失礼します。ネルケ様、お待たせしておりました。泳ぎに行く準備が整いました。今から出発したいのですが、問題ないでしょうか？今から？大丈夫だけど、ずいぶん急な話ね。申し訳ありません。準備が終わったら今すぐにでも行きたいと思って。わかったわ。それじゃあ行きましょうか。でも今から行ったら夜遅くになりそうだけど大丈夫？あ、もしかして泊まりで行くのかしら？それについては問題ありません。すでにマリー様とエリー様に送迎を依頼してあります。え、お二人に？どうも。そういうわけなんで移動は私たちにお任せください。あれ、お二人も一緒に泳がないんですか？ええ、お二人の時間を邪魔したら悪いですからね。ネルケさんもミスティさんもずっと働き詰めなんだから、たまには羽を伸ばしてきてください。ありがとうございます。お言葉に甘えさせてもらいますね。それじゃあそろそろ出発しましょうか。はい、よろしくお願いいたします。私たちは一度戻ります。時間になったらお迎えに上がりますね。ありがとうございます。さて早速泳ぎましょうか。ネルケ様、こちらにお着替えください。これはかわいい。あれ、でも私こんな水着持ってたっけ？いいえ、今回のために私が作りました。ミスティが？というか準備ってこんなことからしていたの？はい、せっかくの機会なのですから、全てにこだわりたいと思いまして。それはあれだけ時間がかかるわけね。いろいろと納得したわ。ということはミスティの水着も自分で作ったの？はい、どうでしょうか？とっても可愛い。すごく似合っているわ。ありがとうございます。それじゃあ早速泳ぎましょうか。ほらミスティ。あ、はい。そんなに怖がらなくても大丈夫よ。私が手を握っておくから。まずは水に顔をつけることから慣れていきましょう。わかりました。の教え方が上手だからです。おかげで思ったより早く泳げるようになりました。ミスティがちゃんと勉強しておいたからよ。ありがとうございます。やはり準備をしていて正解でした。それじゃあ、あ、次はあっちの深い方で泳いでみましょうか。え、危険ではありませんか？そのもし溺れでもしたら。ちゃんと足がつく場所だから大丈夫よ。私が手をつないでおくから。それなら安心ですね。わかりました。何事も挑戦です。そうこなくっちゃ。さあ一緒に行きましょう。はい。